じゃ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 カオレの分食ってるよ、はい、美味しいですね。開けてみます。なんか入ってるって書いてあったよ。じゃあ年功序列ということで藤原さんどうぞ。はい、いただきます。ちゃんと次私だ。ちゃんとたこ焼き、本当だ。今格好してるね。もう一個入ってる。はい、あ、人数分あるんだ、ちゃんと、うん、あまりのゴミみたいなやつ。ゴミじゃない。じゃじゃーん、たこ焼き、はーい、食べます。こっちからいいの、うん、はい、じゃあこっちに入れます。実際、高いよね。このまま食べるやつ、本当に。嘘。戻すとかじゃなくて、水に戻すとか。ちょっと軽い食感って書いてるから、そのまま食べるんだ、うん、スナック菓子だな。全部入れたんや。はい、オンエアどうぞ。
今日の午後、午前12時頃に、エノジーです。行ってみましょう。はい、皆さんこんにちは。今日はゴールデンウィーク最終日ですけども、でも雨が強いですね。でもここ福岡市科学館は雨でも大丈夫、いろんなお勉強もできるし、楽しい催しもあるし、とってもいいところですね。はい、じゃあ皆さんもゴールデン最終日楽しく過ごしてください。では、じゃあね、さよなら。ニュースじゃない、教育番組のお姉さんでした。それではリスアナウンサーがニュースをお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。ゴールデンウィークいかがお過ごしですか。あいにくのお天気で雨模様で、国内のレジャーが、とても人気だと思います。やっぱりね、お出かけされない方、お家で過ごされている方、大勢いらっしゃると思います。ぐっちゃねぐっちゃねしましたら太りますよ、気をつけてください。ではさようなら。バラエティ番組のお姉さんかな。今朝11時午前11時頃、福岡市前で男性の運転する車、乗用車の運転に乗ってきて男性のお腹が破裂するという事件が起きました。この不思議な事件について警察がこれから現場検証とともに指揮を行っていく予定です。皆様どうぞ。